はい、皆さん、ワドッツです。おお、銀ちゃんさんいらっしゃい。2018年6月の8日、朝の9時でございます。先ほどの枠で花火30発以上ありがとうございました。招き猫までいただいて申し訳ないです。助かります。じゃがいもさん、ワドッツ、まあまあ1時間ぐらいかな、まったりやっていきましょう。ワドッツ、ルルちゃんいらっしゃい。はい、ケイトいらっしゃい。ケイトも最近来なかったよな。忙しかった？ケイト最近全然来なかったね。最近ね、俺が時間帯バラバラだったっていうのもあるからな。もう忙しくてさ、時間固定してらんないのよ。おはよう、アマモちゃん。珍しいじゃん。今日はハートマークだけじゃないんだ。はい、ワトツ。はい、ヤナラッキー、ワトツ。ヤナラッキーつけてるよ。ほら。だね、これね。ピンクが映るんだよ、皮膚に。ピンクが映る映る。汗かくから。皮膚がピンクになるんだ、これ。ありがとう！クール花火、ありがとうございます。ドレススタイル。ありがとう。みんな大事につけてるから。あゆみどうなって、あゆみね言ったけど、別の人がやってるよ。あゆみママがやってるんじゃなくて、あゆみの、要はね、俺が抜けた後ね、なんか別の人に貸すって言ってたから。あそこいいよな、席数少ないけど。あれくらいの規模の店ちゃんと持ちたいよな、飲み屋ね。っつってね、飲み屋もうプレイヤーとしてはやりたくないけど、なんかたまり場欲しいよね。やってるやってる。もうママは腰が痛いっつってたから、誰かにやらせたいんでしょ。はい、お疲れ。ちょめちょめいらっしゃい。キャスバーはね、YouTube バーになるっていう噂を聞いた。で、深夜っちょが、こう、YouTube やるっていうのとかと繋がってくるよね。ミズニアンがこう、来てるとか。だから YouTube 押してくんじゃないの。いい波乗ってんねえやんつって。はい、ワドツ、アンコールいらっしゃい。まあね、でもまあ深夜町、俺 YouTube 意外とハマるんじゃねえかなとか思ってんだよね。はい、ワドツ、ああ、そうなんだ、確定だね。じゃあ、まあ全然 YouTuber 相手にするのいいと思うよ。客層絶対悪くないし。だね、価格帯がね、安かったからね。あのね、これね、嫌な話になるかもしんないけど、高いところって変な客来ないの。だからね、お金持ちってなんで高い店行くかっていうと、要は300円350円とかで飲む居酒屋行ってごらん。あの安いところ、悪口言ったり暴れてたりとか、ゲロ吐いてたりとか、客層が悪いので、儲からないから貧乏人で愚痴ばっかりでしょ。一杯1500円以上するバー行ってごらん。こんな世界があるんだって思うよ。だから実は値段決めっていうのはすっごく重要なの。そう、客を選ぶ、要は安ければ安いほど客層って絶対悪くなるの。ターゲットにする層をどこにするかなんだよ、値段を決めるって。だってさ、コカ・コーラだって焼酎だって原価なんて変わらないよ。
飲み屋なんか。山本さんは引くって言ってたね。うん、いや、あのね、社会勉強でこれ行った方がいいの、数。行けないじゃなくて飛び込んでみるの。その時に初めて分かるから。どういう対応されるのか。ドレスコードってどういうことなのかとか。高いところはスタッフもいいよ。だって給料が高いんだもん。うん。粗相できないよ。だからね、値段って難しいよ。ちびたさんはだって、新八丁の謝罪動画ってあんの？え、新八丁謝罪動画とかあんの？それ見てみたいな。そんなんあんの？どこで、どうやって見れればいい？どうやって見れるんだ？あ、こんなのあったんだ。これは見よう。うん、これは見なきゃ、うん。こんなのあったんだ。見ましょう、みんなで。ちょっと面白いな。今回の騒動についてテレビニュースにもなり、被害者、そしてその時生放送をしていたので配信アプリツイキャス配信者リスナー BS カパーの番組に出演してましたが、逮捕され打ち切りとなり終わることとなってしまいました。プッシュのスタッフ、共演してたメンバーに多大なご迷惑をおかけしてしまいました。新八丁に関わるすべての皆様へ、こんなことになってしまって誠に申し訳ございませんでした。噂、デマ、いろんな憶測が飛び交っているので、すべての真実のキーとなる時系列からお話したいと思います。2018年5月4日新宿キャスバーにて暴行の疑いで現行犯逮捕され、ちょうど1週間留置され、7日後の5月11日に出所していました。実は出所後すぐに配信しようと自分的には考えていたのですが、刑務所にお迎え来てくれる方がいて、その後カラオケで裏の事情を知っている人たちで集まり話し合い、いろんな意見を聞いた結果、自粛期間を設けることにしました。その間は雲隠れをして SNS でも投稿しないで、配信なども自粛しておりました。絶賛炎上中ということもあって沈静化し、落ち着いてから自分の言葉を発信することに決めました。5月24日に再度テレビニュースで自称 YouTuber 不起訴と報道されているのを見て、弁護士からのお知らせよりもいち早く知ることとなり、これ以上良くも悪くもならないという判断で6月1日1ヶ月の自粛期間を経て、このような形で遅ればせながら謝罪動画としてメッセージを送らせていただきます。冒頭からこんなことを言ってしまうと責任逃れとご指摘してしまうかもしれませんが、今回の経緯について自分がやってしまったことなのですが、泥酔していて記憶が全くありませんでした。でも検事や弁護士や面会に来てくれた人の話を聞いたり、送られてきた手紙を読んで抜けてたパズルのピースが当てはまり状況を把握しました。全国ネットのいろんな番組のニュースに取り上げられていたようで、自分が思っていたよりも大変なことになっていると知ってショックを受けてます。怒ってる人、心配してくれてる人、悲しんでる人、ざまあ見ろって笑ってる人、いろいろいるとは思いますが、これでやったことではないにしても相手に触れてしまってる以上、自分がやってしまったことは紛れもない事実なので、謝罪の一心、それしかありません。被害者の方に本当悪いことしたと悔いてます。本当悪いこと、決して被害者の方を責めないでください。僕からのお願いです。被害者の気持ちを考え、今後この件に関して話さないことを約束します。
もし誰かが聞いてきてくれたとしたら、何もお答えできません。ご了承ください。ちょっと待って、それお前の都合だろ。話せませんが、ちょっと待って、被害者のこと語りませんって、それお前の都合だし、堂々と動画にしてるじゃねえか。もし誰かが聞いてきてくれたとしても、何もお答えできません。ご了承ください。混むところ多すぎる。本件については話せませんが、その時自分がやってたこと、考えてたこと、自分に関することなら話せるので、配信者として復帰した時に、また話せたらと思います。今後どうすれば繰り返さないか、また同じ状況になった時に、ちょっと待って待って待って、復帰する前提なんだこれ。ツッコミどころ多すぎるだろ。今後どうすれば繰り返さないか、また同じ状況になった時にどう対応しようと考えているか、それはここで言う？原因となったお酒を断ちます。それはそうだ。もともとお酒は普段から自分から好んで飲んでないので、今後もし勧められても、ノリが悪いと言われても、誘惑に負けず断固拒否します、うん、二度とこのようなことを起こしたくないので。許されるならば。いや、ちょっと待って、二度とこんなことを起こしたくないのでって、被害者のセリフ、被害いや、起こしたくないのでじゃなくて、すげえな。ここで主観を述べるんだ。これ誰？台本書いたの。この人と仕事したいんだけど俺。誰この台本書いたの？誘惑に負けず断固拒否します、うん。二度とこのようなことを起こしたくないので。いや、ないのでさえ。許されるならば、これからは心を入れ替え、法を犯すことはないように、うん、より一層気をつけて活動を続けていきたいと思っております。うん、活動とかじゃないわ。法は犯さない。テレビメディア関連、配信などの活動もなくなってしまうかもしれません。うん、ないよ。テレビメディアなどは、もう出れないかもしれない。でも、まだ狙ってるんだ。少しでもチャンスがあるなら、うん、大丈夫。ニュースに出たから。いけるように、いろんな活動を通して、心強えな。まだ出る気満々なんだ。まだ出る気満々なんだ。信頼も好感度も全てを失って、好感度、ま、ゼロからのリスト、好感度、謝罪動画で好感度、天才、信頼も好感度も全てを失って、またゼロからのリスタートになるけど、それでも新野鳥の言うことを聞いてくれたり、やることを見てくれたり、追いかけてくれる人を大切にしていきたいです。追いかける。ニュースゼロで不起訴処分の報道されてたのですが、はい、偶然にしては必然すぎるような気がして、偶然、え、ゼロの境地で、んゼロ、何ん、で不起訴処分の報道されてたのですが、うん、けど偶然にしては必然すぎるような気がして、うん、ゼロの境地でまた夢を追い、え、何番組名と自分の心境を書けるの、ここで。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。必然と偶然のくだりもいらないし、番組名のゼロと自分の心の気持ちのゼロスタートのゼロ書けるの、ここで。いる？ニュースゼロで不起訴処分の報道されてたのですが、偶然にしては必然すぎるような気がして、ゼロの境地でまた夢を追い、精一杯全力で頑張っていく所存でございます。積んだ人生、底辺の最下層からはもう上がるしかないので、登り続けたいです。企画やハプニングやコラボは盛り上がるけど、毎日何気なくネタもなく雑談やってたつまらない過疎な閲覧の配信でさえ見てくれる、コメントくれるリスナーもいて、そんな人が今では愛しくて、自分にとってかけがえのない存在であって、居場所だったんだなって失って改めて気づきました。みんなとお話したい、流れるコメントを見たい、今はいろいろ訳あって生放送はできません。なのでこちらの深夜チューブで投稿していく動画コメント欄に
メッセージ残してもらえたら幸いです。コメント言うの？ここで。まだ伝えたいことがあるので、また後日続きの動画で語りたいと思うので、チャンネル登録と通知していただけたら。嘘！嘘でしょ？新たな YouTube の居場所。つえ！つえ！こいつ。好きだわ、俺。やっぱ深夜中大好き。このタイトルでさ、真相と謝罪のエンディングでコメントください、チャンネル登録よろしくお願いしますって、すげえな、ほんと。やっぱ大手ってすげえわ。再開していくので繋がってもらいたいです。すげえ。いろんな配信やツイッターでみんなのコメント見てました。エゴサーチ遡ってエゴサーチしたりしたんだ。動画履歴を見てちゃんとチェックして監視してます。監視してんだ、怖えよ。名前呼び続けてくれて、うん、話題にし続けてくれて、うん、忘れないでくれて、メール返してよ、うん、心配かけました。いや、その前にエゴサーチする前に LINE 返して。また違う形になるけど生放送はやらないので、うん、いや、さっきやる、戻ったらって言ってたじゃん。戻る気満々じゃん。どういうこと、決め顔？アホンダラーでバカタレなやっちょで、ごめんなさい。そうでしょ、この人マジか。なんで、はん、すげえな、すげえわ。俺が思ってたよりも面白かったわ。こんなことある？なんでこれもっと広まらないの？すげえな、突っ込むところしかなかったね。そ、俺もやろうかな、謝罪会見。いや、これずるいよな。どんだけタフなんだよ。いや、大原クオリティ俺好きなんだけど、これ。大原クオリティ高えな。いや、すげえな。ゴキブリ並みの生命力。マジで言ってんの、矢野ラッキー。矢野ラッキーマジか、お前。矢野ラッキーマジでそれコメント書いてんのかなあ。お前マジか、お前、うん、マジか、すげえな。大原誠二さんこと新八丁にもびっくりだけど、矢野ラッキーのコメントにもびっくりだわ。すげえな。俺もなんか動画撮りたくなってきた。YouTuber 楽しそうじゃね？ずるいわ。面白いわ、うん。すげえな。謝罪動画でチャンネル登録促したやつ初めて見たもん。いやー、なんか感動した、逆に。太い。ちょっと面白かったね、俺は。うん、え、知らないの？メアリーラブ。何回目逮捕されんの？テレビ出るの何回目？ 3 回目？うん。うん。わかったよ。アカウント変えたのね。はいはい。名前変えんなよ、お前。うん、何回変えたら気が済むんだよ。ボンだの、なんだの。うん、何回名前変えてんだよ。3回目か、今回ニュースに出るの。1回は警察の中、刑務所、刑務所じゃない、交番の中で踊ってみたで逮捕でしょ。ね、名前変えるっていうのは配信者からすると別の人格になるのと戸籍謄本変えるようなもんだから、その俺がなんでお前の小手半変えるのを一回一回覚えないといけないんだよ。疲れるんだよ。そう、もう変えないって何回言ってんだよ。無免許運転、交番ダンス、女の子はたくか、3回目か。すげえな。無免許が1回目か。アル中なんですかっていうか、お酒が全く飲めなくて、普段いい人なんだけど周りが飲ませて女の子はたいちゃったの。
そう、それで逮捕。まあ、やっちょは酒やめた方がいい、本当に。アル中とかじゃなくて激弱なのに、みんながテキーラとか飲ませちゃうの面白いから。要はもう中学生みたいに酔っ払うのよ。あれはまあかわいそうだよな、ちょっとな。でもはっきり断んないダメだよ。いや、なんかパンチ効いた動画だったな。チャンネル登録しよう、面白いから。一応金映えとのおむつで前科もついたから、前科は4なんだ。4パン。ああ、いや周りも責任あるけど、うん、取り巻きも6なん、そう周りの責任もあるけど、うん、いや俺ね、酒だからね、酒飲み嫌いなんだよ。だから酒飲んでたんで覚えてないっす、すいません、はあって感じじゃん。だったら飲むなよっていう。俺ほんと酒飲み嫌いなんだよ。やだ。うん。いやー、だから質が低いんだよな。うん、いや、もう、許せるのは二十歳以下までだよ。うん。だってね、例えばだよ。例えばだよ。シミュレーションね。和道さん、ちょっと和道さんと一杯バーで飲みたいんですけど、和道さんもしよかったら一杯いかがですかって。あ、じゃあ行きつけのところ行くって言って。で、ガチャって入って、マスターどうもっつったら、はいはい飲んで飲んではい飲んでとかやってるところだったら、お前引くだろ、お前いくつだよってなるだろ。えい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 、絶対嫌だろ、こんな男と。うえーいや、そういうことだよ。いや、そういうことだよ。え、和道さん、普段こんなお店来てるんですかって。そういうことでしょ。うん、なんだこれ、でしょ。これ、中学生じゃねえんだからよ。うん、素敵ってなった今。このお店、いいお店。和道さん、抱いてってなった。うん、なった、声出して笑うぞ。いや、ズワイガニさ、ねえ、ちょっと一杯どうですかってなって、いいよって、行きつけの店っつってさ、絶対嫌でしょ、そんなの。二度と連絡しないレベルぞ。いやー、だからね、うん。わーさん、ビール以外強いですね。俺、ビール全然飲むよ。俺だってバーやってる時にリスナーさんから出された酒飲まなかったこと一回もなくて、二人でビール何本開けたっけな、38本ぐらい開けたよ、オープンラストで。テキーラとかも間に入れてんだよ。瓶ビールだけで38本ぐらいカウンターにブワー並んでても酔っ払って自分で帰ったよ、俺自分の足で。酔っ払って倒れたり吐いたりするのは家って決めてるから、絶対お客さんの前で吐かない。わめかない。仕事中は絶対やらない。うん、いや、断んないダメだよ。もう全然酒強いよ。うん、みんな知ってるけど。で、変な飲み方絶対しないから。うん、てか、まあ、酒を飲んで、ほろ酔いで済ませらんなかったりしたら、ダメ、うん、だから配信ずーっと長いけど酒で粗相したって聞いたことないでしょ。俺がベロンベロンになってるとこ見たことある？グッデグネンになっててなんかないでしょ、印象。5年やってて。ってことはないんだよ。ないね。よくよく考えたらないね。2歩、うん、ペコポコランドは2つ絶対酔わない、うん、
ていうかね、いいお酒の飲み方を知らないんだよ。いいお酒の飲み方を。俺ね、ぶっちゃけた話で酒嫌いじゃないの、本当は。あのね、俺がいい飲み方を教えてやりたいな、本当に。全部酔っ払ってるよ。ぐでぐでになって煮込んで、うえーみたいな、なんとかだよーとかやって、わっきな瞬間にお疲れーって普通にやってたもん。おまって言われたもん。なんとかもう悔しいよーとか、わら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 って言って5分前に、あ、そろそろもういいかっつって、シラフに戻って、じゃあな、お前らっつって、こういうの好きなんだろう、バーカっつって。全然酔わない。自分には酔ってるけどね。2本。飲んでも飲まれるな。っていうかね、お酒のいい飲み方っていうのがあるんだよ。いい飲み方、悪い飲み方。で、お酒はいい飲み方を覚えると本当に楽しいよ。それはもうね、すっごくシンプルなこと。お酒の最高にいい飲み方を教えてあげようか。知りたい。本当にお酒の美味しい飲み方を教えてあげようか。でも答えから言うよ。いい人と飲むことだよ。これ以外ないから。これ深いよ。あ、また名言出たね。これ花火飛ぶね。花火70発分の名言出たよ、今。いいの、つけとくから。つけとくから。ただ、いつかこの名言は使えるから、この名言使ったら花火、ね。そう。かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。村上龍みたいに飲むのよくわかんないけど。リューズバー。あんまり受けなかった。 あのさ、なんかワンワンのツイートでさ、ストロングゼロがやめられないみたいなツイート見たんだけど、ストロングゼロを飲むやつってアル中なんだよ。あのさ、冷静に考えてもらいたいんだけど、ストロングゼロって、アルコール度数9%で500ミリなんだよ。あれってどういうことかっていうと、瓶ビール3本分にひて、瓶ビール3本分のアルコール量に匹敵するのかな。確かそんなレベルなの。で、あれを3本飲むっていうことは瓶ビール9本とかなの。やばいでしょ。だから、ストロングゼロ飲んでるやつとか、そう、今突っ込むところだったんだけど、誰も突っ込んでくんなかったから、ちょっとニコ生のノリダメだなって思うよね。狐枠だったら絶対突っ込んでくれたんだけど、なかなかね、なんかダメなんだよね。いいんだけど、ニコ生のノリは置いといて、ここふわっとしたから。本当にストロングゼロはやめときな。みんな覚えておきな。ストロングゼロに手つけたらアル中だって覚えておきな。絶対ダメだよ、あれ。だって9%なんだから。9%の500缶なんだから。バドワイザーとかいくつよ。いやー、あれは殺しにかかってるよ、本当に。あ、いいよ。待ってるよ、メアリーラブ。あんま無理しないでね。お小遣い程度にね。チップだからね、チップ。気持ちだから、無理はしないで。返せって言われても絶対返せないから。だから、遊びでね、遊びに使えるお金、それぞれみんなの財布の中身とか収入とか聞くことはないから、ポケットマネーでね。よっさんも飲んでるでしょ。要はね、氷結が家にあったら、これね、生活保護のケースワーカーがもうマニュアルに書いてあるって言われてるぐらい有名な言葉。アル中は絶対に家にストロング缶が転がってんの。要はアル中だから手が震えるから、
コンビニなんだよ。要はもう頭回ってないの。もうすぐコンビニ行ってすぐ手軽に買えて安くて一番強い酒っつったらもうストロングゼロしかないの。もう計算も成り立たないのよ。計算も。要は大五郎とか強い酒買えばいいとか割るとかいろいろ考えるじゃん。それはもうアル中の視点じゃないの。もう手が震えるのを止めるために飲むの。それが本当のアル中だから。もうループ。酒が切れたら手震える。手震えるために。だから、なんだっけ。これ本当の話なんだけど、鬼殺しの紙パックあるでしょ。あれにストローついてる理由知らないでしょ。よくよく考えたら意味わかんないじゃん。紙パックの日本酒にストローがついてる。あれってアル中でも飲めるようにって公式が発表してんだよ。意味がわかんないでしょ。アル中の人でも手が震える人でも飲めるようにっていうコンセプトでストローつけてんのよ。やばいでしょ。いや、そういう世界だよ。うん。そうそうそう、ロシアがね、金なくて工業用のアルコールとかね、ガンガン言ってたからね。まあ、向こうは寒い国だからやってらんないんでしょ、多分。ありえないでしょ。アル中になったら戻るの大変どころか、もう治らないと思った方がいいよ。そうだよ。公式が発表してるぐらいだから。覚えておきな。ストロングゼロ飲んでる人と、自分がストロングゼロ手に取ったらもうアル中だっていう。うん。まあ、ワンワンはアル中だからな。それはみんな知ってるぞ。アル中芸なんだから。いやーでもなー、だからね、酒に酔うってその気が弱いのが分かってるから、実は酒が弱いだけじゃああならないの。気持ちを抑圧してるシャイなタイプの人とかがああなんの。だからヨッサンもワンワンも金梅さんも普段おとなしいでしょ。抑えてるの。それを酒でバーンっていくのよ。うん。最後、そうそうそう、最後クールダウンするわけだから。酒入れないと震えるし、もうなんつうんだろう、中毒になってるから、要はもう体がこうなってる状態、ろれつも回んない。だからそれを止めるために酒入れる、で酔っ払うって、もうループ、ずーっとループ。だからもう酒飲んでないと喋れなくなるの。酒飲んでないと震えるとか不安になるとか、そういうレベル。でもアル中はアル中だって自覚ないからね。風船ありがとう、ジャーノさん。うん。ありがとう、メガホンありがとう、アイテムありがとう。T シャツも郵送で買いますから、LINE に住所送ればいいですか。代引き払いで大丈夫ですか。ね、振り込んでもらってから送るっていうのが、デフォだね。うん。あれだよ、 T シャツ発売したよって告知するから大丈夫だよ。うん。金梅さんシラフの時ね、優しいよあの人は。だからシラフでも二日酔いのアルコールの匂いしてくるけど、へえって言ってるだけだよ。へえ、ワードワードだ、へえって言うだけ。変わらない配信もゴミクズもないよ。もともと生まれついた時母親から産まなきゃよかったって言われてんだから、こっちは。なかなか言われねえだろ。本音で言われたよ、ため息まじりに。本当に産まなきゃよかったって。うん。多分それ間違ってない。悪魔の子だから。うん。なんで俺の家まで買いに来んだよ。郵送でいいだろ。なんで俺の家に来ようとしてんの。こういうとこだぞ。いや別に買いに来たら郵送費が手間省けるからいいけど、別に新宿家に来んの、うん、俺成田だよ。成田が産んだ悪魔だから、うん、成田シティ、千葉県民の憧れ。
全てが揃ってる街。ジーンズメイトあるからね。ないだろう。孫も欲しがる。もう何着でも買って。お揃いで。孫は欲しがんないでしょ、和道 T シャツ。いじめられるよ。和道 T シャツ着てるよつって。つって。やめてよママが言ってたよ。和道さんいい人だって言ってたよ。Tシャツまだできてない、完成してない、まだデータ入稿が終わった感じ。捨て頃ぜひぜひ買ってください。一応ね、今回ね、全然もう赤字覚悟っつうか原価ギリギリしたからこれだけ許して、最初の30枚だけ吸ったのは5000円で売らせて、赤字赤字ではないんだけどプラマイゼロぐらいで、幕張は遠いよ全然で、6800円で売らせて30着売れたらっていうのも、半を30でやったから安くできてるっていうのもあるし、それ売り切れた後に吸ってって言われると、まあ作ったことある人は分かるけどインク代とか高くなるの、ロット数が。在庫抱えるの嫌だから、もし T シャツ買う人30枚売り切れたらもうトントンでいいから、俺はトントンつうかぶっちゃけた話は俺に2万入るの。でも2万分の仕事はしたから許して、でそっからは6800円で売る俺。ありがとう、ニャルルンパ。もしよかったらフォローしてね。はい、ゲンちゃんおはよう。みんなでお揃い着よ。一色。単色の、40センチ ×40 センチ、28センチ ×33 センチ。あ、もうバンバンだよ。バンバン。で、T シャツの原価がハイクオリティのやつ。ありがとう、ケイト。バースデー花火ありがとう。いや、お邪魔しなくていい。ツボマッサージとか、のりこに殺される気満々か、お前は。いい。話聞いてなかったね、さっきのね。いいの、いいの。リスナーさんとお近づきになるのは、もういい、俺は。オフ会で会おう。オフ会で。オフ会もしくはイベントで会おう。ダメ。姉直伝ツボマッサージなんか、のりこに殺される気満々だよ。フォローありがとう。フォロー大歓迎です。幕張のイオンモールっていうか、幕張は結構外れだかんな。外れっつうか。成田はね、ど真ん中。茨城と上の方なんだけど、上の方のラインをつなぐと、茨城と東京のど真ん中にある。千葉県の。オフ会はね、今度は捨て頃の時にやるね。捨て頃の時。バーバとか呼ばせない、だと思ってママって言った、腹減ったな、飯食いに行こうかな、腹減ったさすがに、でもね俺ねちょっとね今回ね実はね通ってよかったなと思ったのが、業者に刺繍できるんだよ、刺繍だから、ちょっとハイクオリティの本当に作りてえ T シャツ作ろうかなと思って。俺刺繍の T シャツ好きなんだよ。試合の後に飲まない飲まない。俺は。絶対飲まない。てか頭痛くて飲めない。もう飲んだら血管やられるの分かってる。要は、毛細血管とか切れてんのよ。で、アドレナリンとかでズッキズキしてるわけじゃん、頭打たれて。そこにアルコール入れて、血管が膨らむから破裂すんの。あれ次の日とか起きない。絶対飲まない俺は。てかね、飲めるほどの余裕ないよ。戦ったらわかる。もう頭ガンガンすんのよ。だってカズーンさんにさ、あんだけ手加減してもらってもタイミングだけスパッて合わせられるだけでバーンって顔吹っ飛んでたじゃん。えぐかったよ。漫画みてえに顔吹っ飛、見る顔吹っ飛んでるシーンだけ。とんでもないよ。しかも、もう分かるんだよ。もう本当に握り込んでもないし、力も入れてないの。だから反射でスパッと抜いてるだけであの威力なのよ。
えぐいよ、プロの、プロの世界のパンチは。ちょ見てみようか。ちょっと待ってね。ねえ、のんちゃんに会いたいのは全然構わないけど、うん、のんちゃん人気だからね。すごかったもんな、あれ。去年なんか歩けなかったっすよ、本当に。去年マジで歩けなかったっすよ。ちょっと待って、タイミングが合うだけでどれだけ顔吹っ飛ぶか見ようか。いや、明日のジョーとかもうほんとそういうレベルじゃないよ。こっち行くか。すごかったからスローモーションで見せてあげるよ。いくよ。ちょ待ってね、スローモーションでいこうか。見ときな、プロの技。ちょこのあと行くよ。このあと来るよ。ここにアッパーが、ほら、こんなに吹っ飛ぶんだよ。えぐいだろ。それ頭痛いどころか首ガッチャガチャになるだろ。えぐいでしょ。見た。これもうほんと交通事故みたいにムチ打ちになるのよ。これで酒飲んだら死ぬぜ。えぐいでしょ、首の吹っ飛び方。タイミング合うだけで。これがカウンターだよ。いや、みんな笑ってるし弱とか言ってるけど、みんななるよ。うわでしょ。違う、コンビネーションの間に入ってんの。左出してるから見てみろよ。左、右に、ほら、コンビネーションの最中に割り込んで入ってるんだって。だってこの人東洋太平洋二冠だよ。だからもうゆうたさん、ゆうやさんのそういうね、そのガードがどうとかそういうレベルじゃないの。だからコメントでは何とでも言えるんだよ。コメントでは。だから俺、だからスロー再生の YouTube の機能あってよかったなと思ったもん。引くわと思って。すごいよね、芸術だよね。だこれ本気の振り抜きのカウンターでやられてたら多分失神どころじゃないよ、こんなの。あ、やってるんだ、うん、やってるんだったらまあわかるよね。すごいでしょ。いや、えぐいよ本当に。あ、芸術だなって思ったもん、芸術。いや、だから本当にみんな笑とかざまとか言ってるけど、本当にこんなん命なくなるからね、平気で。あの、下手したら。みんな笑ってるけど笑えねえぞ、やってる本人は。うん、打った後じゃないの、コンビネーション、ワンツースリー、ワンツースリーの流れが俺の中では。あれ、再生されねえな、なんだろう、くるくるになっちゃうね。考えて打ってくれててこのレベルなんだって。技量差を分かってねえんだよ、お前。ニートなめんなよなあ。ニートのおっさんなめるなよ。こんなコメントだけは世界チャンピオンなんだからよ。コメントだけは。ノーシント起こしてるよ。よく起こさなかったねって、起こしてるでしょ、どう見たって。それでも戦わないとと思って体が反応して立ってるんだよ。立ってるやつが起こされてるんだけど、これは、ま、なんつうの、星バーンって飛んだよ本当に。
何されたか全然覚えてないもんね、この後。だスロー再生は便利だ。はい、ワード2、トモさんいらっしゃい。ね、飛びます飛びます。洗濯お帰り、ちびたさん。これは勝てんよな、どうあがいても。勝てるわけがないよね、もともと、どう考えても。でもまあいい経験だよな。OPBF のチャンプと手合わせしてもらえるんだもんな。すごい経験だよね。DV 思い出しちゃった。一応スポーツだから。DV。だから、その、ワン、ツー、スリーのスリーが入ったから、もう一回やってみようと思ったの。でも、その、ワンとツーの間でもう見抜かれちゃって、ここだと思った。ショートアッパーがバカーン入ったもん。振り抜いてないんだよ。合わせてるだけでこの威力だよ。だから、まあ、初めの一歩とかのさ、その、デンプシーロールのカウンターがいかに危ないとかがよくわかるよね。あの、突っ込んで振り子運動で、カウンターの餌食だとかさ、ああいうの身をもってわかるわけじゃん。だからね、力なんていらないんだよ。タイミングとスピードなんだよ、ボクシングは。ブンブンぶん回してると、こういう上手い人に勝てない。スロー面白いな。スローだとハンドスピードとかさ、わかるよね。そのなんだろう、体勢とかがどうなってるのかとかさ、シフトウェイトできてんのかとか。うわ、すげえ。拳一つ分でかわされた。うわ、すげえすげえすげえ。ジャブを拳一つ分で綺麗にかわすんだね。すげえ。綺麗。ボクサーってかっこいいな、本物は。すごいね、芸術だよね。まあ解説っていうか体感だよね。スポーツスポーツ、無駄が一切ない。ほらほら、すげえ。ほら、この至近距離で1ミリ単位でかわしてくるでしょ。すげえプロ。すげえ当たんねえ。これさ、嫌になるでしょ、うん、いやもう全部だよ。でほら、打ち終わりをパーンってその狙うでしょ。余裕なんだよ、ノーガードでも。でインファイトするよーっつって、これ打っていいよの合図の、ガードは。だからもう完全に見切ってんのよ。はい、今打つんでしょ、ガードするから打っていいですよって。ほらほら、あ、打たないのねって、打っていいよって。ほら、だからガードしてないから、打たない時は。ほらほら、ワンツーかいくぐってボディで横にそれるでしょ。すげえな、ワン。すげえ、綺麗。芸術だな。だって俺よりさ、背が高いのに、はるかに高いのに、俺より下でかわすんだよ。あ、これぶつかる、危ないと思ったんだ。これバッティング危ないと思って引いたんだよね。うん、遊ばれる、そりゃそうだよ。世界ランク7位かな？確か。いや、美しいよね。ドレさんが言ってた、あのね、素人が見て踊ってるとか美しいって思ったら、踊りみたいに見えたら人体工学で正しいって言ってた。フォームが正しいんだって。でやっぱり美しく動いてないっていうのはどっかがおかしいんだって。
いや、ドルさん2発ぐらいあってたよ。いやー、見るね。スローモーション面白いね。これちなみに8倍遅いかんね。現場の。8倍遅くしてる。相当なスローモーションだよ、これ。だから面白い。その反射の読み合いというか。いかに駆け引きだっていうのがわかるでしょ。でもこれでも打たなきゃいけないからね。こんなにさ、これでも打たなきゃいけないから怖いよ、やっぱり。もう慣れたけど、最初はめちゃめちゃ怖かった。左当たんねえんだよ。もう何発かわされてる ?10 発以上かわされてる。普通の速度いいよ。ありがとうございます、和田さん。あ、ほら、見切られてるでしょ、距離感も。もうこうなるともう何も、だからあれってなってるでしょ、首かしげたでしょなんで当たんねえんだっつって。だから本当はその体力を削って、もうこういう技術レベルの人はもう疲れるを狙うしかないのよ、お互い手出し合いながら。これやけくそ、そう当たりながらもらうしかないと思って、それで笑ってくれたのよ。いいじゃん今のっていう笑顔ね。これは多分あの現場だと分かんないけど、スローだから分かるけど、今褒めてくれたの、笑顔で。今の良かったよっつって。そう、オーソドック、もう綺麗な本当にファイター。要はもう絵に描いたような教科書通りのファイトする人。もうドレさんがすごいって言ってた。これがボクシングだっていう、ザ・ボクシング。要はもうよ、もうなんつうの、綺麗なボクサーだよ。もうなんつうの、教科書通りというか。これはね、ぶつかっちゃったんだよね、うん、普通の速度。次見ようか。こうやって見ると面白いな。まあでもファイターだろうな。ファイターもカウンターも打てるから何なんだろう。まあだからもう世界で通用する人よ。要は2階級チャンプだよだってこれ、この体で俺より体重軽いんだよ。ヒカルくんより体重軽いんだよ。72キロだって。ここでアッパーなんだよな。そうだよ。びっくりしたもん、みんなで。72キロみたいな。この広背筋と腕の太さだよ。だからもう違うんだよ。何もかもが。アッパーでほら膝落ちてるでしょ。だから耐えようとして、これが要は効いたっていう状態、うん、じゃあ本ちゃんの再生やってみる。普通のスピードでいくよ。本ちゃんのスピードがこれ。すごいよね。いやもう感動したもん。なんか怖いとか痛いとかもあるんだけど、もうなんつうの、歯の立たなささに感動した。ワンチャンねえの要はもう超手加減して、もう 1%2% とか、もうなんつうの、子供をあやす感じでもう勝てないって分かった。泡立ちさん、花火ありがとうございます。これ芸術だよ。これが本ちゃんのスピードね。2分間やるから見てて、どれくらいのスピードで。だからアッパー見えないと思うよ、このスピードだもん。速く感じるでしょ。でこのあとアッパーもらうから、このあとこれだよ気づかないでしょ。だからえ、なんでそんなパンチで倒れてんの、弱っって言うでしょ。弱じゃねえよみたいな、くっそ首吹っ飛んでんだけどみたいな。気づかないでしょ。あれ、これちょっと早いな。ちょっと待って、これ本ちゃんのスピードじゃない。あれ、スピード標準になってるけど、多分これちょっと速くなってるかな。
こんなに俺動き早くないもん。ヒカルくんの動きが早すぎるもんね。ちょっとこれバグってるわ、 YouTube 側が。これ早早いや、もう立つしかないもん、うん、痛いっていうか、もう次の日首ガッチャガチャ、交通事故のムチ打ちみたいな感じ。 ありがとうございます、頑張ります。まあ、1年間やってきたんで、前回のこれ本ちゃんのスピードより早いわ。俺こんなに速くない。なんか YouTube はバグってる。まあこれでいいか。こんなパンチが速いわけない、ステップと。もうワンテンポ気持ち遅いね俺は。ヘッドギアつけるとインファイターで、僕あのピーカブーっていうやり方してるんで前が見えなくなっちゃうんですよ。だから全くパンチも見えないから嫌なんですよ。あとガードをしっかりする癖つけてるんで、顎から離さない癖つけてるんで、いや全部当たってないよ本当。体感がブレるね後半。もっとコンパクトに、今の良かった。あー危ねえ、うん、まあこういう感じですね。もしよかったら YouTube にね動画上がってるんで、これ見てみてください、うん、まあまあこういう感じですよ本当に。うん、まあね、日曜日ねドレさんの枠であのやるんでね、ぜひ見に来てください。応援よろしくお願いします。コンパクトっていうかね、すごいよフック。俺こうやってやってこう打ってんの。いくよ。あ、ちょっと正面からの方が見やすいか。俺はね、こうやっていってからこう打ってんのね。この幅で打ってんの、パンチ力上げたいから。こういう練習ずっとやってたの。キュッって違う。カズーンさんが言うには、構えるじゃんオーソドックスで、でここの幅あるでしょ。ここの幅だけで腰を切って、腰を回転させて、これだけでいいって。この幅で打つの、びっくりするよ。こう構えてこれで効くの、これで打ってんの。だからなんつうの、キュッって、これがフックの。びっくりするよ。ヒカルくんも俺も教わったんだけど、なんつうんだろう、もうね、うん、こうなんつうんだろうな、クッって この幅だけ。これヒカルくんが教わってるやつ見る、マジビビるから。ヒカルくんもセンスがいいからすぐ覚えてたけど、あ、何されてんだろうみたいな、魔法みたいだったもん。で威力がズドンってくんの。なんつうんだろう、この速さでこの重さが出んのっていう。マジで魔法だよあれ、魔法。ちょっと待ってね、あったあったあった、ちょっと待ってね、これが今ヒカルくんが教わってるパンチ。あ、それ肘のインパクトは若干遅いんです、はい、こっちも早いんですけど、このインパクトをもう少し速くしてみると、ほら同じパンチが起きる、もっと強いパンチしてる。ほら、いいですね、短いでしょ。そう、オッケー、ストレートに見えるでしょ、これフックなの。いい感じ。いや、じゃあショートレンジじゃない、長いの。要はショートフックじゃなくて、この軌道でこう、なんつうんだろうな、ロングなの。こうね、難しいんだよこれ、現場じゃないと。ロングなの、ロングで腰の回転の威力だけで効かせるっていうパンチを教えてくれてんだけど、うん、ショートフックじゃないの。ほら遠いでしょ、そう、ほら意外と距離は遠いところから打ってる。これすごいよ、これはすごい、この技は、うん、ストレートとフックの中間みたいなね、うん、なんだろう、パカンって入るんだよ。肘のインパクトは若干遅いんです。でこの後見て、俺が見せたいのはこの後だから、みんな絶対見てよこの後ね。世界の活躍してるカズーンさんがヒカル君に教えてるね、教えてる、いいねってなってく、うわいいじゃんいいじゃんって言って、ここで終わりね、ここで終わろうとしたの。俺は動画を切ろうとしたら出てきますよ、やつが出てきますから。
協力してやってくると相当いいです、はい、あ本当これなんで出てくるの、絶対に出てくるの絶対に来るんですよ彼は、うん、このここさ、ここはヒカルくん終わりでカメラ目線で終わるところでしょ、ここで終わるところでしょ絶対、うん、もうすげえニヤニヤしちゃったもん、イエイってあれ持ってこうとするんだよ、これ配信外だよ、うん、早いもう笑ってるぞ俺、これ笑ってるのは格闘技じゃなくて、もう出しゃばらずにはいられない感じで笑っちゃったんだよ、これすげえ好きなんだよ俺この動画、そう俺の俺もできるっていうアピール、だからファイターなんだよ生粋の、こうだよっていうのをやらず、もうやりたくてしょうがない。だから、本当に好きなんだよ、この人、格闘技が。いや、本当に54歳で本当に格闘技好きなの。わかるでしょ？こういうの、ドルさんのこういう可愛いところをもっと出せばいいのに、出さないんだよね、ドルさん。可愛いじゃん、こういうところって。すげえ可愛いと思うんだけど、俺、ドルさんのこういうところすげえ好きだもん。ここでイエーイって終わる編集点、これを連続してやってくると相当いいです、これがバシッて切れて、早い、体重がこっちからこっちに行く、いいよね俺こういうところ好きだわ、うーんいいだろう、そうこうだよってこう来る感じで、うん、いや格闘技好きなんだよ、格闘技が好きで好きでしょうがない、出たがり、出たがりっつうかね、おなんつうんだろう、もう格闘技が好きなの、とにかく俺のジャブ見てだ俺のフック見てっていう、うん、焼肉一緒に食べに行ってもこんな感じだからね、ワドこうだよって言いながら俺焼肉焼いてるからワド見たこうこうっつって、ジューっつって、ドレさん焼けたよっつって、うわっつって、一人でやってる。うん。本当だよ。嘘だと思うぞ。周りみんな何みたいな。なんかあの人何なのあの筋肉の人みたいな。こうだよ。こうだよってずっとやってるからね。筋肉焼肉だから。筋肉焼肉。うん、ちなみにドレさんハラミしか食べないから。ドレさんはハラミしか食べない。これ豆ね。あ、ハラミとね、あとね、ユッケ。そう。ハラミとユッケと、ウーロン茶があればなんとかなる。それ以外食べない。そう。カルビはお前のっていう、そう。なんかね、暗黙の了解で、カルビは俺のってなってるの。カルビは俺の。いや、だから赤身だから、脂身取らないように。徹底してるの。ご飯も食べない。ユッケとハラミしか食わない。なぜ？ファイターだから。生粋のファイターだからですよ。そう。ハラミとユッケとウーロン茶と、あとは、ジャブができる広さ。うん、通路側の席、うん。で、なるべく周りに迷惑かかんないようにお客さんがいない席を選ぶ。それが、どれ焼肉だよ。そう。どれさん、どれさんも試合できるといいねって。ねえ、もう最後だって言ってるよ、本人は。うん、ねえ、見たいね、どれさんのプロの試合。見たい。ニコニコさんはね、どれさんからブロックされないように警戒してるっていうね、ファインプレーを見せてくれた。監視されてるのを考慮して、削除をするっていうね。うん、いや、面白いよね。いや、愛されキャラだよ。ドレさんは、ガンかどうかっていうか、なんだろうね。ドレさん、ガンかどうか言っていいのかな、これ。ドレさんはね、変態だね、うん。どうなんだろうね。ガンもどきとか食べるのかな。どうなんだろう。わかんない。ドレさん、ガンかどうか言えないけど、
変態ですよ。いやー、シークレットでドレソン出ないと思うよ。うん、体作ってないもん正直。あの、体重90キロオーバーしてるはずだから、ドレさんが試合前だったら絶対絞ってくる。体見てわかる。ないない。うん、揚げ出し豆腐とか好きなのかな、どうだろう。まあ、ドレさんが、俺一回だけ見たことがあるのが、ルノワールでショートケーキ食ってるドレさん見たことあるよ。珍しいと思ったもん。もう1年以上の付き合いだけど、たった1回だけだね。ルノワールで内股でショートケーキ食べてたよ。なんか多分ね、その日は月に1回とか1週間に1回のオッケーな日なんだよ。ずーっとなんかね、小さいフォークでちょこちょこ食べるの、こうフォーク加えながら、うーんっつって、かわいいかよって。そうで、ルノワールの席って知ってる？ソファー小さいの、あそこにドンってこうちょこん座って内股でこうケーキ食べながら、ニコ生の投げ銭ってどうなんだよってずっと言ってたね。投げ銭、金梅さんが行ったら俺も行った方がいい、よっさんと金梅さん行ったら俺も行く方がいいってずっと聞かれたから、もう行け行けっつって、うん、行けばいいっつって、行きたきゃ行けっつって、どうせ行くんでしょっつったら、うーんっつって、今様子見とか言って、ずっとね、もう金梅さんとよっさんの話ばっかりよ、うん、そう、面白いよあの人。プライベートもっと晒した方がいいよ。え、ドレさん内股なの知らないの？え、なぜ内股って。ドレさん内股だよ基本。見せてあげるよ。知らない人いるんだ。あー、ダメだね。知らないリスナーがいることに俺は驚きだよ。うちのリスナーはみんな知ってるよ、ドレさんがどんな感じか。知らないの？ドレリス何級だよ。ちょ待ってて、今ちょっとパッと出すから。ちょ待てよ、ドレさんが内股、ユイガさんの日だから、ちょ待ってね、ユイガさんの座談会っていつだったっけ。ユイガさん座談会、ユイガ座談会は、え、いつだったっけあれ、ユイガ座談会、いつだ、ユイガ座談会いつだったっけな、あった、うん、いくよ。ドレさんでしょこれは。コミュ障で、ユイガ座談会にたくさん人がいるけど喋る人がいない時のドレさん、わかる？実は、コミュ障なドレさんね。OK？ こんな感じ。内股でしょ？で、次の写真いきますよ。次の写真。次の写真は、次の写真は、カメラに気づいたドレさん。カシャって音に気づいて、俺のことを、なんか変な感じで見つめるドレさん。いいだろうこの写真、うん、でもちゃんとしっかり内股だから。こんな感じでショートケーキ食べてたよ。本当だって。可愛いでしょ。だからそう、この可愛さを俺は伝えるためにあの枠を開いてるんですよ。こんな朝の時間帯、ドレさんの終わりの時間帯にドレさんの可愛さを伝えるためだけに。けなげだろう、かわいいでしょ、うん、腹立つわ。すげえ腹立つわ。超面白いよな。なんで内股なんだろうな。うん、ストイックに食事制限してんのに砂糖いっぱいのコーヒー牛乳。砂糖いっぱいのコーヒー、いや、あの珍しいよ、かーくん。それ普段ね飲まない。普段お茶とかたまにね、なんか飲むの一週間に一回とかだから、もしカー君がそれ知ってるのは珍しいと思う。放送で飲んでるのは本当にハラミとユッケと緑茶で、米食ってるのなんか全然見ないもん。あのファミレスとか行っても、あの
チキンステーキだけとか食べてる。ライスも食べないぐらい。だからそれ珍しい。うん。まあまあまあ、野田100万稼いだけど運営からは2万しかもらえない。それ稼いでたのは2万円でしょそれさ、なんかそれ捉え方が違くて、野田100万稼いで運営に2万しかもらえないんじゃなくて、野田が稼いだ額は2万円なんだよ運営が稼いだ額は98万円なんだよ。まあそんなもんでしょ、ニコ生なんて。米はね、たまにしか食べないって言ってた。で、聞いたの、もうこの生活何年やってるのって言ったらね、何年っつってたかな、もう10年ぐらいやってるって言ってた。で、お米嫌いなのって言ったら大好きって言ってたよでも、もう格闘技が続けらんなくなるんだって。1杯食べたらもう2杯3杯明日も、でもうずっと続くから体がもう減量できないんだって。だからいつプロに行けるかわからないからっていう。OKOK、うん、そうだからもう本当にファイターなんだよ、心の底から。だから54歳であの動きは結構異常だからね。なんかたまにさ、あの弱いとか言う人いるけど、54歳で同じ動きできないよ。うん、あ、110キロ超えてたんだ。え、いまだにプロになるって言ってるよ。あ、知らなかったボロンジ。あの人は今でもプロ目指してるんだよ。あの、ネタじゃなくてガチでだよ。本気でやってるんだよ。だってみんな知らないでしょ？ドレさんって今ジム何個契約してるか知らないでしょ？ 4 つだよ。で、このどれかのボクシングか柔術なのか総合なのか、キックボクシング、ムエタイかの4つ通ってて、ローテーションで行ってるの。プラス筋トレのジム行ってるから6個契約してるんだよ。 笑うでしょ。で、毎日8時間とか練習して放送やってんだよ、朝まで。俺ね、ジャックハンマーだよ、ジャックハンマー。引くでしょもう体壊すよっていうレベルだよ。いや、だから花火、いただいた花火全部つぎ込んで、ジム増えたって喜んで連絡来るんだもん。わどーって、花火が今月いっぱい上がったからボクシングジム契約したっつって、マジかって。ボクシングのジャブ早くなったから今度見せてあげるっていう会話だよ。ありがとうって言って。いや、本当に格闘バカだよ。もう わかんないもん。あ、格闘技すごい面白いしすごいけど、わかんないもん、あそこまで行くと。もう愛してるとか、格闘技と結婚してるレベルだから。もう大好きすぎるんだよ。謎だよな、本当に。でもさ、54歳でそんなものがまだ持ってるっていうのが羨ましいよね。うん、ね、本当はなんか打撃しか見せてないけど、本当は寝技が得意らしいよ、ドルさんって。本人曰く、俺寝技なんだよって言ってたよ。あのグラップリングの方が得意なんだって。ストライカーじゃないって言ってたかんな。どこに向かってるんだろう、ドルさんは。まあいいや、皆さんありがとうございました。そろそろ寝ます。もしよかったら、ふわっちと Twitter と YouTube フォローしてください。弾丸塾も応援して、弾丸塾見てね、みんな。弾丸塾絶対見てね。うん。コメント書いてね、弾丸塾の公式に。それじゃあ皆さん、お疲れ様でーす。なんで内股なんだろうね。今度聞いてみて、カー君。